こんにちは。カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。ちょうど8月の中旬ぐらいからブットレアの調子が悪くなってきて、まあ、息子たちが来てた時にちょっと水やりが少なかったのかなとも思ったけど、他のものは何も枯れてないし、ちゃんとこうお水もやってたし、地植えだしね。で、水をやりすぎたのか、やらなさすぎたのか、はたまた根を虫にやられたのか、ちょっとわからないんですけど、ブットレアが枯れてしまったようですね。で、今日それをちょっと切ってきました。ちょっとご覧ください。次々綺麗に咲いていたのにこんな状態になってしまいました。悲しい。根元をちょっと掘ってみました。まあね、こんな、根を食べてしまう虫がいるかもしれないなと思って、ちょっと掘ってみることにしました。もうブットレア植えて2年以上経ってるしね、大きくなっているから、こんなところに全く根がなくて、土がある意味綺麗なんですよね。だからやっぱりね、なんかカナブンの幼虫が根元を食べてしまったのかなっていう風に、根っこをね食べてしまったのかなと思いました。すごく土がふかふかで綺麗でした。虫はちょっと見当たらなかったんですけど、土が綺麗で根が全然ないので、まあ、やっぱり根を食べる虫がいたのかなっていうふうに思います。もしかして出てくるかもしれないから、ちょっと根元ブットレア抜かないで置いとこうと思います。またここには秋に何か植物を植えていこうかなって思ったので、少し耕しておきました。乾燥が好きって書いてあるものもあったり、加湿が好きって書いてあるものもあったりしましたが、地植えだったので、まあ、大丈夫かなっていう気持ちもありましたが、そもそもは北杜市の涼しいところで挿し木をさせてもらってきたので、まあ、この暑さに
やられてしまったのかなっていう、まあそんな気持ちでもあります。まあ残念なんですけど、ブットレアはまた3本新しい苗を購入して、色違いで鉢に植えてあるので、まあ、もし、完全に枯れてると分かったら、まあちょっと植え替えたりもしようかなと思ってるのと、今一気にやると大変なので、結構毎回外に出るとバシッバシッと、意外と強剪定でバラを切っていっています。メイちゃんは本当にトゲがすごくて痛くて大変なバラなので可愛いんだけど、ちょっとね、本当にこのどうしようかなっていうことで結構丸坊主に切ってあります。で、徐々に枝を、切った枝を処分するというふうにして、まあ今後バラはもしかしたらやめてしまうかもしれないけど、まあちょっと、葛藤がありますね。大丈夫なんじゃないかとか。まあまあ、というわけで、今日はそのブッドレアを切ってみたという。で、切ったらね、少し緑が残ってるんだけど、まだ枯れた感じから間もないので、まあちょっと思い切り強剪定したので、これで、まあ完全に枯れてしまうのかどうかわかりません。土の根元も見てみたけど、確かにね、掘って、綺麗な土なんですよ。掘れちゃうの。で、根はないの。虫はいない。だけど、こんなに根が張ってないわけはないから、もしかしたらすごくこの土の中で、カナブンの幼虫っていうかね、それが、根をいっぱい食べられちゃって、こう、すごく上が大きくなって花満開だったから、耐えられなくなって枯れてしまった。いるのかもしれないんですよね。まあ、ちょっとまだ掘り上げずに切っただけで置いておきます。というわけで、今日は、まあ、なんかこの夏はやっぱり大変だからみんな何か枯らしたりしてるかもしれませんが、まあ私みたいに植物が大好きでも枯らすことがあるよという動画でした。弁慶草と見せ場屋の、これは初雪かずらですね。今の様子をちょっとお伝えします。非常につぼみが立ち上がって少し花が開いてきました。かわいいですよ。すごい綺麗になっています。もうこれほんと冬もね強いしおすすめでもあります。この銅葉の見せ場屋も咲き始めました。見せ場屋はね11月が花が咲くんですけど、この銅葉のはもう今咲き始めました。9月の終わりには全部満開になると思うので、見せ場や弁慶草また綺麗に花が弁慶草を開いたらお見せします。こんな様子です。多肉植物で存在感がある、冬に外で強いというね、弁慶草と見せ場やおすすめなんですよ。まあ何回も私の動画でおすすめしてるんですけど、こんな風に1本で売られてるんですけど、こんなこんもり次の年ぐらいになるとなってとても可愛いです。まあ、ちょっと枯れたブッドレアを切った動画しかなかったのでお見せしました。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントもお寄せください。ではまた。ブッドレア残念なんですよ。